ウズベキスタン国立銀行は、ウズベキスタンの銀行である。ウズベキスタン国立銀行は、中央アジア地域において、有数の規模を持つ投資研究機関でもある。1991年に、大統領令が発令され、ウズベキスタン国立銀行は、ウズベキスタンの金融システムにおける、国際経済活動における金融を担う銀行として設立された。ウブーは ウズベキスタンの潜在輸出力の増加や外国投資を呼び込むなど外国貿易業務に関するサービスを主に扱っている。市場改革を能動的に支援するウブーは金融プロジェクトや全世界的な貿易、投資の機能と銀行機能を融合させることに成功しており市場経済の発展を助ける役割を果たしている。ウブーはイアスを採用した 国内初の銀行であり96の支店網を持つ。また、うぶうは企業と小口の顧客の両方に提供するサービスにおいても全国的なシェアを得ている。イギリスで発行されている金融情報誌ザ・バンカーによる銀行規模世界上位1000位のランキングにおいてうぶうは862位にランクインした。うぶうはロシアのモスクワにアジア投資銀行と呼ばれる子会社を持っており、 この銀行は、ロシアの銀行のトップ200に入っている。アジア投資銀行には560人以上の特派銀行員が勤務している。2004年、軍部は、発展動向において良い数値を出し、国内金融市場における地位強化を行っている。ウズベキスタン国立銀行の連結対策は29.29 29億エスドルとなっている。報告書によると、 2005年1月1日時点における、ウブーの銀行資本は1100万 US ドル増加して4億8500万 US ドルとなっている。2005年1月1日時点で、予診ポートフォリオは合計2兆4184億スムである。ウブーでは、国内の輸出業者に対する保証の提供、フォーフェイティング、ファクタリング、直接の対応などで国内の外国貿易、 総売上高の70%以上を占めている。また、欧州復興開発銀行やアジア開発銀行、国際金融公社により提供されたクレジットラインを使うことで、銀行の金融投資プロジェクトでは、原材料の購入とともに、工場の建設、現代化、技術的な再整備などを行っている。ありがとうございます。